俺レート X 隊の,あのアサリ王冠プレイヤーになったけどさもう絶対そいつはついてないけどさあの昔まだアサリ始めた導入されたばっかりさ対戦ありがどうなっけえど同担じゃなくてさ一緒のチームになることなんていうの共闘か共闘ありがとうございましたふ勝てないならオーバーフロッシャーなんて使わないでくださいってやつ来てさおめふざけんなよって言ってさ俺そいつをさめちゃめちゃ喧嘩したことある。 クソ,クソガキスクススロ、スクリュースロッシャーの2の時に2000体やぞお前 XP のそんなガキが XP で X イにオンって言ってもう信じられやんねん個人的にクソこと喧嘩してそいつツイッターとか言っとったらあのなんかブロックされたわ好き勝手仕上がってだって俺1キロ1 4ですのプライムに先般ざらしされたことあんねやでブチギレるわ風呂が風呂なんか持ってくるなみたいなで俺そいつの成績があまりにひどかったでスクショしてさあるあるいまだにある デスクトップのトップに置いてあるは今しめとしてそいつ自分の成績あさらさずに風呂だけ批判すんのムカつくんだよそれはキモいねえでだからもうなんか差別主義者が多いんだよねそんだけ立ち悪いよなあんま言いたくねえけどそもそもプライムって別に強くねえだろああたちゃうちょっと待ってある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 ここ伝説のプライムって言って俺だある <laughs> <laughs> 俺お前ちょこれ何年や2000何年や お前か。<laughs> おいちゃん本物か知らんけどマジでお風呂とかいうおもちゃ武器持ち続けるな今すぐスプレーやめろ2回連続で味方に来て2連敗本当につまんねえんだよ勝つ気ないなら戦うなよあ一1ル十1 1デスでしたわこいつ <laughs> お俺怒ってええと思うねんやっぱりこれで俺がさらされんねん ちなみにもう一回の時もこいつひどかったマジでだってこんなんでさらされてたらさ体もたんで、はああこいつが弱いだから声でかいやつがいかになお前得してるかって話よほんとに事実を見なかったら相手が強くねってまあ相手が強いから別にいいじゃんっていうふうには思えるけどさなんで俺さらされやなあかんねん 最近ね、もうみんなめちゃくちゃ言うてくると思う、これさ、俺話してもいいよ、お前ら。この前ですね、僕そうなんですよ、確かに裏,裏でね、スプラットンやってたんですよ。そしたら、すごい、なんかあの、その後、ちょっとスプラット1一回終わった時にね、あの、おえちゃんで検索したらね、こんなこと言われてたこの方にですね、ちょっと名前は隠してるんですけど、この、 こちら、おひげドライブって書いてある方が最高パワー2454を更新したみたいでおめでとうございます。で、僕、マッチングしたんですよ、間違いなく。おえちゃん、本物か知らんけど、マジでお風呂とかいうおもちゃ武器持ち続けるなら、今すぐスプライやめろ !2 回連続で味方に来て2連敗本当につまんねんだよ勝つ気ないなら戦うなよみたいなさ、俺がオーバーフロッシャーを持ってるだけで、そんなね、もうミラージュ使うなと全く同じ現象やん。 ただ、それで僕2連敗した試合ってどれやったやろうって思って、探したんですよ。そしたら2連敗した試合の1戦目、1戦目がまずこれだったんです。おえちゃん本物か知らんけどマジでお風呂とかいうおもちゃ武器持ち続けるなら今すぐスプライやめろよってな、この人プライムシューター別注やん。2回連続味方に来て2連敗、本当につまんねえんだよ。勝つ気ないなら戦うなよって言ってるやん。 ただこの人の成績がこのおひげドライブさん1キル11レスでさ俺こいつのせいで負けたって思ってた試合があったんよなんかさその風呂だからっていう差別すんのやめへん本当にでもこの人にあのディプライ件数この1件ありやんこれ僕が返したんですよ画像付きでいや本当に申し訳なかったですって言ってこの画像を送りつけたらちゃんとブロックされまして 絶対ブロックされるなって分かってたでこいつのツイート見ててめちゃめちゃかっこいいのがあったんで1つだけねあのお見せしたいんですよこちらご覧ください彼の性格が1つに詰め込まれてる <laughs> 最高にロックやんこいつ無敵の人かよっていうね私は俺もこんな性格に生まれたかった本当に どうやったらこんなやつになれんの俺ばっかり気を分けて、俺最初にこのツイート見たときにやで。これ最初のこ,のこのツイート、下の、おえちゃん本物か知らんけどってやつ。え、なんか申し訳ねえ、なんかやらかしたんかなと思ってさ、ほんで覗いたら、おめえ、これ、1キル1 1ですの、プライムでってなってさ、もう、最強やん、こんなん。俺だってそう生まれたかったよ。 もう、子供なんだからいじめんなよ。で、まあ、そうなんだけどさ。でも本当に最近、あの、見てる人でも、これね、ごめんな。ちょっと、あの、名前書く、あの、ID 隠してるから許してほしいんやけどさ。最近見てる人も本当にこういうテンションで見てるやつ多いんじゃねえかなって思うのな、俺。風呂やめろとか言ったりさ、ミラージュやめろみたいな。そいつ自身を見てあげるべきじゃないか俺はすげえそう思うんよな。アカウント消えてた。ははは。 消したんや俺がディプライ送ったから <laughs> でもそれは別に普通やんなディプライ送るのってお前これでもさ俺がオーバークロッシャー使ってる人ってやっぱそうやって根付いてるからそうやって批判したれっていう風に思われたんやろうな